ほんまにか？ギャグやのうて？そんなまさか、リンネ君が女性だったなんて。さすがに下まで調べていなかったからな。ちょっとちょっと、本当に誰もわからなかったっていうの？あかん、ワイは完全に男や思い込んどったわ。僕もです。見た目だけでは男性か女性か判断できませんね。私も知らされるまで男の子だと思っていました。だってリンネさん、僕って言ってました。僕っ子なんて今時珍しくないでしょ。まったく失礼しちゃうわね。どこからどう見ても女の子だっていうのに。いや、本当に申し訳ない。わからなかったこととはいえ、リンネ君を傷つけてしまったな。ごめんね、リンネちゃん。僕なら大丈夫。性別なんて今まで気にしたことなかったし、世界には僕と兄さんしかいなかったから。今後は気にしなきゃダメよ。女らしくしなさいとかは言わないけれど、他者と生きてくならいろいろなことを自覚し、考え、気にしていかなくちゃならないの。わかった。これからは考えたり気にしたりする。でも、リンネちゃんが女性でも今までと何も変わらないわ。そうですわ。むしろ一緒にお洋服を買いに行けるお友達が増えて嬉しいです。一緒にお買い物、そういうのしたことない。楽しい？じゃあこれからはたくさんしましょう。うん。あのよ、この際だからもう一個はっきりさせておきたいんだが、王子。何か？いや、何でもねえ。あら、そう。それでリーダー、今日の予定は決まってるの？ピューリーを探しに行く？いや、何も考えてない。考えなさいよ、バング。あんたリーダーなんでしょ？急に大声出すんじゃねえ。せっかくのんびりしてたのによ。というか、フューリー探さないとあんたの大事なパートナーのアリンの記憶だって戻らないって言うじゃない。そうだね、今のところ全く記憶は戻ってないし。分かってる分かってる、アリンの記憶な、思い出せるといいなとは思ってるぞ。ならそんなバカみたいな顔してぼーっとしている場合じゃないでしょ。必死こいてフューリー集めんかい、ボケ。そんな怒んなくてもいいだろう。アリンの記憶だってあれだもんな、何も考えてないわけじゃないっての。え、そうなの？見損なうんじゃねえよ、アリン。俺を誰だと思ってるんだ？お前のパートナーなんだぞ。ファング。それで、アリンさんの記憶のことを考えてるって、具体的にどういうことですか？確かに俺はアリンの古い記憶を蘇らせることはできていない。でも新しい記憶を一緒に作ってるじゃないか。毎日楽しくて幸せな新しい記憶をな。それってとっても素敵なことだろ。どうや。まさかファングがそんなことを考えてくれてたなんて。はいはい、そこときめかないでください。いつものファングさんの適当なごまかしですわ。バカ、バラすんじゃねえよ。な、ファング最低。うるせえな、過去なんて別に重要じゃねえだろ。仮にアリンが過去で何かしでかしてたとしても、別にそれで対応を変えるわけでもねえし。それはそうかもしれませんが、別にアリンだけじゃねえぞ、誰だってそうだ。現にティアラの過去だって俺は気にしたことがねえ。そういえばそうね、
私もティアラの過去聞いたことないや。ええ、まあ誰にも話してないかもしれませんわね。そう聞くと気になっちゃいますね。ティアラ君が今までどんな風に生きてきたのか。過去は重要ではない、それも一理ありますが、他人の人生の歩みを知ることは多くの学びを得る機会でもありますからね。どうでしょうか、ここで一つ身の上話を聞かせてくれたりは。申し訳ございません、私自分の話をするのが得意ではないので。なるほど、それはとても残念ですね。話が下手でも僕は一向に構わないのですが。オール、悪い癖が出ていますよ。顔つきが研究者の時の顔になっています。いやいや、これは失敬。興味があることとなるとついデリカシーがありませんでしたね。謝罪します。いえ、私は大丈夫ですわ。それで今日はどうするの、また温泉行く？おリンネは温泉気に入ったか。うん、なら今日も行っちまうか。休める時に休んだ方がいいって言うしな。ダメだっての、きっちり休んだ後はきっちり働く。じゃないと冒険資金だって稼げないし、このままだと野宿生活に突入するからね。星空の下でフクロウのささやきを耳にしながら自然に囲まれて眠ると。そんないいものではありませんわ。虫を振り払いながらモンスターの襲撃に怯え、朝まで一睡もできないが正しいですわ。今さらそんな生活はごめんだ。しかもね、フューリーの情報でも仕入れに行くか。はい、アリンさん、ティアラさん、行きましょう。待ってよ、フルール。フルールのやつ、あの二人に懐いたの？親近感を感じているのでしょうかね。ほら、どことなく似てません？あの子たち。フルールとアリンとティアラか？まあ、言われてみればそうかな。お、ナイスタイミングでロロ発見。フューリーの情報を仕入れようぜ。おーい、ロロ。はあ、お兄ちゃん、毎度。どうした？今日はやけに元気がねえな。もしかしたら商売で何か大赤字でも出してしまったのかもしれませんね。大赤字だったらすぐに取り戻せるから問題ないよ。でも簡単に取り戻せないものもあるの。一体どうしたのでしょうか。ロロさんがここまで落ち込む姿は今まで見たことがありません。はあ、きっとお兄ちゃんたちも私のことなんていらなくなる。おいおい、急に何を言い出すんだよ。俺たちが今までどんだけロロに世話になってきたことか。間違ってもお前のことをいらないなんて思うわけねえだろ。はい、パングさんの言う通りですわ。どうだって、フューリーの情報をお前から買おうと思ってたんだからさ。おお、めちゃでかため息。フューリーの情報ないです。お引き取りください。
やっぱおかしいぞお前。いつもならなくてもすぐに用意するって証拠にたくましく立ち回るのに。あ、泣いた。何か事情があるみたいですね。よかったら話してみてください。力になれるかもしれません。だな、相談料も取らねえから安心して話してみろ。無料なの？ありがとう。お兄ちゃんたち神様みたい。実は私、情報屋としての信頼失っちゃった。どういうことですの？最近ドルファのフューリー探知機が市場に出回らなくなったの知ってる？探知機？それってあれだろ、100回に1回しか当たらないやつ。あんな詐欺まがいのガラクタがどうしたんだ？性能が格段に良くなって、ほぼ 100% 探知できるようになったみたい。私よりも情報が早いなんて、プライドがガタガタになったよ。つまりロロさんの人気商品だったフューリーの情報とお客さんをドルファに奪われてしまったわけですわね。ああ、そういうことなのか。それが落ち込んでる理由か。でもそれだけでは信頼を失うことにはなりませんよね。そうなんだよね。どういうこっちゃ？ノロさんは情報とお客さんを奪われただけではないということですよ。ドルファの探知機は市場に出回らなくなった。でも私のところにフューリーの情報を買いに来るお客さんは減らなかったの。だから私も変わらずにフューリーの情報を売ってたんだけど、クレームがたくさん来るようになったの。情報をもとにフューリーを探しに行ったけれど、すでに誰かに取られた後だったって。そんなことがずっと続いたから、私の扱うフューリーの情報は古いものだって噂が広がって、お客さんも信頼も全部なくなっちゃった。それは落ち込んでも無理ありませんわ。なるほど。なんだシャルマン、何か分かったのかよ。だったらもったいぶらずに説明しろ。探知機は性能が上がって市場に出回っていないにもかかわらず、ロロさんの情報を求めに来るお客さんは減らなかった。つまり探知機を手にしているのはロロさんに情報を買いに来ていたそこらのフェンサーではないということです。おそらくドルファー自社の探知機が性能アップしたのを機に市場に売ることをやめたのでしょうね。代わりに自社のフェンサーに持たせ、フューリーを片っ端から集めているといったところでしょうか。その通りだよ。私も気になって調べてみたら、最近ドルファのフェンサーがやたら増えて、探知機を手にフューリーを根こそぎ奪ってるって。フェンサーが増えてるって、まさかリンネのあれか？ええ、おそらくは人造フェンサーでしょうね。実用化は順調ってことか。この調子ですと量産体制もすぐに整ってしまうかもしれませんよ。まったく面倒なこったぜ。というわけで、落ち込んでるかわいそうな私のためにシャリジロー買わない？お、急に元気になった。変わり身が早い。情報は危なくて扱えないから、他の商品を売って稼がないと。さあ、たくさん同情してくれた後は実際に商品を買って応援よろしくね。なんとこのシャリジロー、今までは酢飯しか炊けなかった欠陥品だったの。でも今は焼きおにぎり、パエリアから本格チャーハンまで作れる優れものに大変。お買い得だよ。
げえな。パエリアまで作れるんだってよ。買うかシャルマン。残念ですが、また今度の機会に。うちにはバハスさんがいますので。買ってくれないの？同情するだけ？お兄ちゃんの裏切り者。あくまで不要なものは買わないだけです。今度ゆっくり商品を見せてください。あとロロさん、このまま僕たちから離れてください。少し気になる視線を感じます。ザンク君、やはり君でしたか。チッ、バカが。わざわざ追ってくるんじゃねえよ。また俺たちを襲う気だったのか。ちょろちょろとめんどくせえやつだ。うぬぼれんじゃねえ、偶然だ。俺にはお前の汚えケツを追い回す趣味なんてねえからな。そうか、なら偶然でも何でもいい。今からここで蹴りつけようじゃねえか。吠えるんじゃねえよ、打剣が。ここは見逃してやるからさっさと消えろ。戦闘狂のお前が珍しいな。変なもんでも拾い食いしたか。ああ、てめえと一緒にするんじゃねえ。ファング君、無理に焚きつける必要はありません。ここは僕に任せてもらえませんか。別に構わねえけど、大丈夫なのか。安心してください。ザンク君と話をしてみたいだけですから。それが心配なんだけどな。まあいい。ザンク、下手な真似はすんなよ。おい、俺はおしゃべりをする気はねえぞ。ですが、戦う気もないのでしょ。なら少しだけ付き合ってください。ザンク君、君はなぜドルファにいるのですか。んなもん決まってるだろうが。あそこにいれば好き勝手やっても面倒は起きねえからな。どれだけ暴れても、どれだけ殺しても、お咎めなしだ。最高の職場だとは思わねえか。思いません。むしろ最低ですわ。そうですね、常に血に飢えた残虐な男。肉体的にも精神的にも人間を破壊することに喜びを感じる。それが君という人です。だったらどうしたっていうんだ。そんな君がなぜ今戦いを避けようとしているのでしょうか。あ、何が言いてんだてめえ。こう見えて腹の探り合いは苦手でね。その点では君と気が合うのかも。だからここは僕の方から正直に話をしようと思う。ザンク君、僕は君を計りかねている。グラースに洗脳され、ザンク君を仲間だと誤認させられていた間、君は非道な人間には見えなかったから。シャルマンのやつ、やっぱりそのことが気になってたんだな。でもあのザンクだろ、非道に見えないって、そんなことありえるのかい。私も一緒だったからシャルマン様の言ってることわかるよ。確かにあの時のザンクは面倒見のいいお兄ちゃんって感じだったもん。本当ですの？とてもじゃないですが信じられませんわ。ザンク君、君には僕たちの知らない一面が隠れているのではないでしょうか。そしてもしかしたら、そのザンク君となら僕たちは争わずに済むのかもしれない。あの時ドルファの人たちはグラースに洗脳されてはいませんでした。ですから作られた人格ではなく、元々の人格が表に出ていたはず。好き勝手に甘っちょろいことばかりのたうちまくりやがって。
お前たちの希望や願いを勝手に俺に上塗りしようとすんな。ですか、ザンク君。仲良し小良しがお望みなら他でやんな。俺は付き合いきれねえよ。ああ、やっぱ決めた。てめえらはここで死んじまった方がいい。おい、ノイエ。どうした、ザンク。仕事だ。こいつらを消せ。俺は先に帰って。了解だ。いやー、いきなり発砲してきやがった。待て待て待て、戦うにしてもマナーがあるだろう。街中でバンバン撃ってくるんじゃねえ。なら3秒だけ待ってやる。321番。いや、カウント早っ。何なのですか、この人は。俺は虫になりたい。いきなりなんか言い出した、キモ。お前なんか言うな、ゴキブリみたいで。失礼ムーブが過ぎるぞてめえ。ゴキブリはいい。生命力を感じる、自由を感じる。人間よりよっぽど優れた生物だ。何や、めっちゃ変なやつやな。お近づきになりたいタイプではないかもしれへんな。今日はとてもいい天気だな。こんな日は死にたくなってる。お前たちはどうだ。付き合いきれねえな。おい、サルマン。ええ、町の外まで誘導しましょう。このままでは拉致がありません。
メージも無駄だよ。僕もね。マジカルエフェクト先駆ホッキング最大火力。ようやく出番。歌を聴け。出番。アタックエフェクト飛ばすよ。行きます。全員よく見とけ。Thank you.
ついたるで。気合い十分だぜ。おいった。そこも俺の攻撃範囲だ。ステージ準備整いました。見てます。アタックエフェクト、日陰に直接攻撃を行う。僕の力を見せるとき。遅れんなよマリサ。罪を償え。
もうちょっかい出してくるんじゃねえぞ。ノイエと言いましたね。あなたもザンク君に雇われているのですか。エフォールに続いてお前もか。どいつもこいつも金のためにホイホイ雇われやがって、情けねえ。俺が雇われている理由は金じゃない。ザンクに従っていれば、いつか必ず俺の望みを満たしてくれると奴が約束したからだ。お前の望み？そうだ、あいつは約束した。いつか必ず俺を殺してくれると。何言ってんのよ。じゃああんたは殺されるためにわざわざ雇われてるってこと？そうだ。こいつやっぱやべえやつだな。まどろっこしいですね。死を望むのなら自分の手で死ねばいいだけなのでは。お前も恐ろしいことをさらっと提案するんじゃねえよ。自らの手で死ぬことは罪が深い。それでは来世で虫になれん。今度は来世とか言い出したけど。なんか鳥肌立ってきた。そうだな、鳥もいいな。奴らは翼がある。自由へと羽ばたくための翼が。だが鶏はダメだ。飛べない翼を恨みながら一生満たされずに死んでいくだけだからな。ねえファング、なんか勝手に気持ち悪いこと語ってるけど、今のうちにこの場を離れようよ。バカ、下手に動くなよ。あの目を見ろ。狂気以外の何者でもね、逃げた瞬間に撃たれちまうぞ。俺はこのクソったれな世界に心底絶望しているんだよ。だから早く殺されて来世で虫になりたい。おかしいですね。本当にそう願っているのなら、戦ってる時に抵抗しなければいいだけでは。それじゃあダメだ。前行ポイントが足りなくなる。直接にしろ間接にしろ、自死は最も罪深い。ファング君、君にバトンタッチします。この人との会話に常識は通じませんから。むしろ君のような人の方が適任です。なんかあんま嬉しくないんだけど。いいか、俺は死を望んでいる。だが必死に生きる必要もあるんだよ。来世で虫に生まれ変われるくらいの現世での善行ポイントを稼ぐためにな。ああ、うん、なるほどな。わかるわかる、やっぱそうだよな。あ、会話を放棄した。虫はいい。生きる目的だって単純だ。いや、単純だからこそその限りある生を必死に生きることができる。てか、あんたも勝手に話してるだけで会話してるわけじゃないのに。だが微生物はダメだ。奴らには自由を感じる知性がない。そこまで落ちぶれてはダメなんだ。ファング、なんとかして。このまま話を聞いてたらこっちの頭がおかしくなりそう。わかった。おいノイエ、お前がなりたい虫ってあんなのか？ん？どれのことだ？スキャリってやるや！ぐわ！あんたね、よそ見させた隙に石で頭を殴るなんて完全に悪党のやり口じゃない。うるせえな。なんとかしてって言ったのはお前だろ。ま、死んでないようですし、とりあえずこれでいいんじゃないですか。さあ宿に戻りましょう。さすがに胸が痛むから、せめて布でもかけておいてやるか。ほら、風邪ひくなよな。Thank you.